スノーマン・ナウール、B、ファースト、ソータ&ジョーアン・川尻蓮らとダンス企画決定にコメント、ぶちかまして、と反響続々。スノーマンのラウールが4日、自身のインスタグラムストーリーを更新。この日解禁されたフジテレビ系音楽の祭典、2023FNS 歌謡祭で行われるダンス企画についてコメントした。ラウール、2023FNS 歌謡祭、ダンス企画出演決定にコメント12月6日と13日の2週連続、2夜合計で9時間30分超の生放送でお届けする相葉雅紀が司会を務める、2023FNS 歌謡祭、18時30分に出演するスノーマン。ラウールはグループを代表して、中曽根里乃監修によるダンス企画にも参加する。このダンス企画は、第一夜に出演するグループを中心に、代表者7人によるスペシャルメンバーが一夜限りの夢のステージを披露。参加メンバーは、ラウールのほか、B、ファーストのソータ、ジョーアンの川尻蓮、アンドチームの K、ジェネレーションズの中塚優太、ダパンプの健造、そして、三代目 J ソウルブラザーズのエグザイルナオトと、各グループからダンスの猛者7人が揃った。日本トップレベルの多彩なダンサーたちが中曽根の監修によってさらにパワーアップする。